先生です。やばい、現在269万1518円としてます。資金ね、約300万投資中なんですけれども、危機ですね。これ本音外しちゃったですね。まあ、マイナス1万301円まで来てます。269万1518円投資中で、売ってこんなに上がっちゃいました。やば。こちらの方の2000本、2万投資。怒ってくればいいんだけど。こちらで解消しようと思ってます。こちらストップレベルをマイナスでしてます。やばいですね。これはここまで落ちてくれると4000ぐらいになりますね、利益はね。で、こちらの損益金の解消になりますけど、チャラですね。こちらでね、勝てば、こちらの分の今現在の超過分はチャラになるんですから。決して、儲けはないですね、これはね。3万ドルだからね、今投資中がね。3万ドルで実際の資金は269万1518円入ってます、この FX。 この269万1518円のね、変化で利益を稼いでるわけですね。これね、上がって下がってないのは怒ってくれればいいんだけどね。ここにズダーンと落ちてきたらいいんだけどね。これだったら少し利益取れるかもしれないね。で、ここでね、損切り。ここは、売ったんだけど、マイナスでね、決算しようと思っても、これ上がりすぎたんでね。それしかないでしょ。諦め。もうちょっと上げとくかな。これ諦め。半分ぐらいにしとくのかな。これは諦め。
そうなると4000、あ、2000ぐらい、3000ぐらいだ。これ諦め。こうやっとかないと。ね。これは諦めですよ。これは諦め。諦めますね、うん、諦めのここまでは下がってくれるだろうと思ってる、思ってるよ、だってね、ここはね、ここまで落っこってきてるから結構いい線いってるんだけどな。ここまで落ちて、ね、ここで計算して、ちょっと儲け。ちょっと猫の餌あげないと、用意しないと。ということです。今日は31日、マイナス今6715円出てますね。これ全部外れてる。でこれ落っこってくれるかな。ここはいいシグナル出てるね。こっちはね、適当だったんですよ。このシグナルからここで打った。そうではなかったんだよな。楽には稼げ、仕事はできないですよ。そういうことですね。